シャルルド・ブルゴーニュは、中世フランスの貴族、オ家ケボー系のバローア・ブルゴーニュ家の一員、ヌベール・ハク及びるテル・ハク。ブルゴーニュ公、フィリップル・アルディの末息子である、ヌベール・ハク及びるテル・ハク・フィリップと、その二番目の妻でウーハク、フィリップの娘であるボンヌ・ダルトワの間の長男として、生まれた。1415年に、アジャンクールの戦いで戦死,死した父の後を継ぎ、 わずか一歳で二つの伯爵寮を相続する。1425年に貢献人だった母が死ぬと、母の再婚相手で実のいとこでもある、ブルゴーニュ公フィリップル・ボンの貢献を受けた。成人後は、フランス王家に仕え、本家筋のブルゴーニュ皇爵家とは対立した。シャルル七世王の下で、ノルマンディ遠征、ギュエンル遠征に参加している。 1456年6月11日に、ドリュー・ハク・シャルル2世の娘、マリー・ダルブレと結婚したが、間に着手を授からなかった。妾のヨランド・ドロンゴンとの間に、アドリエンヌ・ドヌ・ベールという書室の娘を設けている。1464年に死去すると、弟のエタンプ・ハクジャンが後を継いだ。ありがとうございます。